皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。今回はですね、ちょっと趣向を変えまして、大林のガチトレ動画ということで、足トレの様子アップから、最後までですね、お送りしていけたらと思います。普段は、見ていただいている、ね、皆さんのことを考えて、分かりやすく、お話をさせていただいているんですけども、今回はあえて私がやってることを意識していることを、そっくりそのまま聞いていただきたいなと思ってますので、ちょっとね、難しい説明ですとか、普段はね、お客様にはちょっと言えないなっていうような、ちょっと根拠の薄いような、ことも、全部お話をしていきたいなと思いますので、ほんの一部だけでも参考にしていただければと思います。では、まずですね、アップからやっていくんですけども、足トレの時はこの電動のフォームローラーを使って、やっていきます。まず足の裏ほぐしていきます。足の裏、一番大事なところなので、これは必ずですね、やっていきます。で、足の裏が終わったら今度はふくらはぎ、ここもスクワットで深くしゃがむためにしっかりほぐしておきたいところなので、しっかりですね、振動と圧でほぐしていきます。で、次はそのままハムストリングと内転筋、このハムストリングと内転筋とふくらはぎの硬さというのが、深くスクワットでしゃがめるかどうかというところを、決める大きな要素なので、この辺は、しっかり時間をかけてですね、ほぐしていきます。だいたいこのウォームアップにかける時間って、20分ぐらいなんですけども、その20分の時間をかけるかどうかで、その後のトレーニングの質がだいぶ変わってくるので、私はですね、欠かさずやるようにしています。で、内転筋が終わったら次はお尻、横向きになってお尻ですね。お尻から、腰、そして、肩から広背筋にかけて、この広背筋の硬さっていうのも、実はスクワットのやりやすさに関係をしてくるので、しっかりほぐしておきます。で、終わったら反対、今日はですね、撮影の都合上結構巻きでやってるんで、パッパッとお見せしてますけど、普段はこの3倍ぐらいの時間をかけてゆっくりゆっくり、ほぐすようにしてます。はい。で、これが終わったら次は胸椎、背骨の上の方ですね、こう伸ばしていきます。上に乗って全体的に圧をかけていきます。そしたら次はぐーっと反らして、そしたら次はストレッチやっていきます。私の体の硬さがバレてしまうので非常に恥ずかしいんですが、割といいな今日。よいしょ。そしてこれが終わったらハムストリング
と、内転筋のストレッチをやっていきます。このトレーニング前の、スタティックストレッチといいますけども、筋肉をゆっくり伸ばしていくようなストレッチは、実は、筋肉の出力、筋力が一時的に落ちてしまうので、あまりやらない方がいいって言ってる方もいるんですけども、私の場合はハムストリングと内転筋が硬すぎてですね、そもそもしっかりほぐして柔らかくしてあげないと、理想とするスクワットのフォームが取れなくなってしまうので、まあ多少のね筋出力の低下はもう、仕方ないものとして、しっかりね理想のフォームで、トレーニングができるように、しっかりストレッチはしています。これが終わったら次はお尻、よいしょ。で最後半円のやつで、ふくらはぎをしっかり伸ばして、はい、ウォームアップはこんな感じで、早速1種目目いきます。はい、1種目目は、スクワットやっていきます。まあ、スクワットはね下半身のトレーニングで私一番、重視している部分ですので、まあ、このスクワットの、ね、出来で、足トレ、全体の出来が決まると言っても過言ではないぐらいの覚悟を持ってですね、しっかり気合を入れてやっていきます。でまずスクワットもいきなりやるんじゃなくて、ウォームアップからやっていくんですけども、しっかりぐっとしゃがんで股関節と、足の関節の柔軟性を見ながら、ちょっと柔らかくしながらやったら、次はゾンビスクワットと言いますけども、フロントスクワットの変形版で、腕をまっすぐ伸ばしたままバーを乗せるスクワットをやっていきます。はい、でスクワットなんですが、私本番のセットは150キロで10回から12回を3セットっていう形で組んでるんですけども、アップはもう結構ね、もう大きく重量上げてって、60キロでやったら次100キロ、次は140キロで、150キロで本番っていう風になっていきます。で途中からこういうギアですね、リストラップとかベルトとか、ニスリーブなんかを、重量が重くなってからつけていくと、ちょっと感覚とか動きが変わってしまうので、もう最初のね軽いうちからもうギアを全部つけてやっていきます。
私がトレーニング中に飲んでるドリンクなんですけども、MD マルトデキストリン 60g と、もう今販売してないんですけども、プレワークアウトのカフェインレスのものを 10g と、クレアチン 5g と、食塩ですね、岩塩を 2g を混ぜたやつをトレーニング中に飲んでます。でなんでプレワークアウトをトレーニング中に飲むかっていうと、まあたまたまねプレワークアウトは手元にあって味付けにちょうどよかったからなんで、特に意味はないです。はい、まあ基本的には糖質と、クレアチンと塩分が取れれば、まあそれでいいかなって思ってます。あとはもう味付けのために入れてるっていう感じですね。軽いぞ、今日は軽いぞよし、しんど、帰りたい。私結構メンタル弱いんでですね正直なところ、もうダメかもとかですねこれ重いなとか疲れた、帰りてえなとか結構そんなことを思いながら、特にインターバル中はそんなことを思いながら、なんとかその気持ちを思い出してですね、ウェイトに向かうっていう、こう心の中でのこう戦いが、まあ、正直こうトレーニングそのものよりも一番大事というか大変なところです。はあ、しんどで、スクワットでしゃがむ深さはどんぐらいしゃがんだらいいのっていう話をよく聞くんですけど、私はですね、もうパラレル、太ももが地面と平行になるとこか、もうちょい浅くてもいいかなぐらいの感じでやってます。深くしゃがめばしゃがむほどいいかっていうと、そういうわけでもなくて、私の場合深くしゃがみすぎると、まあここまでいくとフルボトムって言ったりするんですけど、ここまでいくと股関節周りの筋肉から刺激が逃げてしまって、膝周りの筋肉ばっかりで上げてしまうということと、私このフォームでやっていたら膝を痛めてしまったので、今はしっかり股関節周りの筋肉、特にボディービルで大事になってくるのは大腿直筋とかですね、あとはお尻、ハムストリングの筋肉っていうところをしっかり鍛えるために、股関節で受ける、ちょっと感覚的なあれなんで分かりにくいと思うんですけども、しっかりバーを下ろしきった時に股関節でグッとバーを支えているのを感じれるところまで下ろす、もうそこから下へはもう下ろさないっていう感じでやっていくと、まあ私の柔軟性で無理なく下ろせるのが大体パラレル、太ももが地面と平行になるぐらい
か、ちょっと調子が悪くて、体が硬い時なんかはもうちょっと浅くなるぐらいのところが、まあ、一番股関節で受け止めて鍛えたいところを鍛えられる、深さになっているので、私は今ねそういう感じでやってます。これはまあ人によってね全然理想の深さっていうのは違ってくるので、皆さんねそれぞれ理想の深さっていうのを、探してみていただければと思います。セット重量は150キロで、まあ、10回から12回3セットで組んでるんですけども、ずっと同じ重量で3セットやるので、必然的にですね1セット目は結構ですね余裕を持って終わることになります。3セット目にしっかり10回から12回できる重量で、やる重量回数で、やっていくということになってますので、1セット目は結構余裕を持って終わる、で2セット目はギリギリ終わる、で3セット目はもう必死で上げるぐらいの感じでやってます。では2セット目いきます。軽いぞ軽いぞ、きつきつ、実は1セット目2セット目とも結構今日は調子が良くて軽く上がったんでですね、普段だったら12回行きたいところではあるんですけども、今日はねカメラマンの方にも来ていただいて撮影をしているので、あんまり時間をかけられないというところで、インターバルをだいぶ短めにして撮影をしてますので、いつもと同じ調子でやるとね絶対潰れてしまうんで、普段よりもかなり余裕を持って終わるようにしてます。まあこのインターバルの長さっていうのも筋肉への刺激を変える一つの要素であるので、ここは臨機応変にトレーニングにかけられる時間に応じてしっかり目標とするセット数レップ数を完遂できるような重量で設定するようにしてます。はい、このスクワット中にですねどういうところに意識しているのかっていうのを気にされている方もいらっしゃると思うんですけれども、正直何も意識はしていません。もうとにかくバーを担いだら何も考えずにしゃがんで上げる、これだけ考えてますっていうとちょっと語弊があるかもしれないんですけど、特に高重量を扱うコンパウンド種目なんかはここの筋肉をこう動かすとか、そういう細かいことを意識していると、なかなかね、高重量を上げることできないんですね。やっぱり細かいことをいち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 ずっと考えながらやってると、そっちに気を取られてしまって、肝心のしっかり力を発揮して上げるっていうところができなくなってしまうので、本番セット中はもう何も考えずに上げる。ただ、その、動作を行っていく中で自分の体がどう動いているのかっていうところだけはしっかり意識をしつつ、今自分の体がどういうふうに動いていてどこに負荷が乗っているのかなっていうのをぼんやり考えながら、とにかく意識はもうウェイトを上げる、もうしゃがんだところから、もうジャンプして飛び上がってもう天井に頭突きするぐらいのイメージを持って、とにかくもう何も考えずに立ち上がるっていうことを意識してやっています。もちろんね、
フォームで意識するところ、ここをこうした方がっていうところあるんですけども、そういうところはもうアップの段階でしっかり修正をしておく。バーだけの重さでちょっと練習をするとかね。そういうところで修正をした段階で、ある程度何も考えずにしっかりその理想のフォームができるっていう自信ができたところで、しっかり、ね、重量に挑戦するように私は気をつけています。はあ、さあ、あげるぞ、3セット目、はあ、上がるぞ、絶対上がるぞ、あげるぞ、はあ、で普段は、こんなこと口に出して言わないんですけども、私今メンタルトレーナーの方についてもらって、メンタルトレーニング受けてまして、その講習の中で、自分の言葉とか姿勢っていうのがプレーに出るよっていう話をされてまして、しっかり胸を張って上を向いてポジティブな言葉を自分にかけてあげると、自然とプレーもポジティブなものが増えていくと。で逆に、あ、疲れたなって下を向いて、あ、もうこれ上がらないかもしれない、ダメかもしれないっていうふうに思ってしまうと、どんどんそっちの方向にパフォーマンスも引きずられていくっていう、ことをね、教えてもらいまして、実際ね、ジムでね、こんなブツブツできるとか言ってつぶやいてたら、ちょっと頭のおかしい人なんで、普段のトレーニングでは、自分のね、心の中で言ってるだけですけども、特に2セット目、3セット目のしんどくなってきた時なんかは、しっかり前を向いて、胸を張って、自分にできるぞと、やるぞというふうに声をかけてから、入るようにします。はい、スクワット、10回3セット、おしまいです。はあ。